クリーブランド・スパイダーズ・クリーブランド・スパイダーズはアメリカ合衆国をイオ州クリーブランドを本拠地としていたメジャーリーグ・ベースボールの球団である。1887年にクリーブランド・ブルースの名で結成されアメリカン・アソシエーションに加盟。当初なかなか勝てず大きく負け越すシーズンが2年続いた後、1889年にナショナル・リーグに移り、 クリーブランドスパイダーズに解消。チームの転機となったのは、1890年に、大東主催ヤングと契約した時である。ヤングは、デビュー直後から、桁外れの実力を発揮し、1892年に、チームは、シーズン通算93勝を挙げプレイオフに、初めて進出したが、ボストンビーンイーターズの前に屈した。その後、チームはなかなか優勝に手が届かず。 苛立ちを隠せなかったスパイダーズのオーナーらは1898年、セントルイスブラウンズのフランチャイズ権を取得し、セントルイスパーフェクトズへと改名する。そしてヤングをはじめとしたスパイダーズの主力選手を次々にパーフェクトズへ移籍させた。主力選手を失ったスパイダーズは、翌1899年には、MLB 歴代2位の記録となる24連敗を、喫するなど低迷し、 歴代最多敗戦記録となる20勝134敗でシーズンを終え、同年限りでナショナルリーグを脱退して解散した。なお、スパイラーズから選手を引き抜いたパーフェクトズは、後にセントルイスカージナルスへと名前を変えることとなる。またしても、球団を失ったクリーブランドでは、1901年に新球団のクリーブランドブルズが創設された。当時のスター選手、 ナップ・ラジョイのチームであることを示すため、チーム名をナップスに変更するなどした。ラジョイ移籍後の1914年、球団はかつてスパイダーズに在籍したインディアン発のメジャーリーガー、ルイス・ソカレキスを称えるという理由で、チームの愛称をクリーブランド・インディアンスに変更した。ありがとうございます。